こんにちは、霧ヶ谷誠です。今回は霧ヶ谷流の顔のバランスの取り方証明編です。まず最初に顔のバランスについてのお話。顔のバランスはだいたい四角形の中央のライン上に目、さらにその下半分くらいのところに鼻、眉毛と鼻のライン上に耳、だいたいこんな感じです。基本はこれを念頭に置きながら顔を描きます。ではここから早速顔のあたりの描き方。まず最初に四角を描いてから、その四角のブロックを切り出していくような感覚で顔のあたりを取ります。この時の切り替えのポイントが、鼻や目も三角や四角などの簡単な図形で描くことです。可能な限り情報を少なくすることによって、目の可愛さやかっこよさに意識がとらわれることなく、顔のバランスだけに集中できます。で、よくあるこういう楕円を描いてから顔を描く工程だと、切り替えの場合円が斜めに歪んでしまったり、横長の丸になってしまったりして安定しないので、今は四角から切り出していく方法になりました。ここまで来たら顔のラフを描いていきます。ここからは集中する場所をガラッと変えて、デッサンのことは一回忘れて顔の可愛さに集中します。ただその際に一個の注意点、可能な限り拡大しない、アナログの場合は顔を紙に近づけないです。ここで拡大や画面に顔を近づけながら描いてしまうと、あれ、目の位置が左右にずれてるし、口も中央にないみたいなこと起きませんか？なのでそのどちらにも対応できるように画面は引きのまま描くようにしています。で、この時にね、顔のバランス描くの難しいよという方に超おすすめの方法があります。それは髪の毛を先に描いてしまうことです。霧ヶ谷はこの当たりを描くとき、ラフを描くときにすごく目を大きく描いてしまいがちで、その目に合わせて頭も大きく描いてしまって、最終的にあれ、五頭身になっちゃったみたいなことがよくあるんですが、それは霧ヶ谷が思うに、顔の下半分は鼻や口で情報量が多いのに対して、顔の上半分が情報がないのを無意識に埋めたくなってしまっているからだと思うんですね。なので先に頭に髪の毛という情報を作ってあげることによって、目を正しい位置に置いてあげやすくなります。ちなみに横の髪の毛を描くことによって、顔の側面を意識しながら目を描けるという利点もあります。で、この後は切り替えだったら下塗り、線画を描かれる方はカラーラフまで終えることをお勧めします。え、デッサンは？って思われるかもしれませんが、ここで先にデッサンを整えるのは私はあまりお勧めしません。なぜかというのがこちらの画像。こちらのイラストは霧ヶ谷が前に描いたイラストです。左が先にデッサンを整えてから下塗りをしたもの、右がデッサンを整える前に下塗りをしたものです。先に左の下塗りをしてから、もっと可愛くできるはずともう一度下塗りをし直しました。こうやって見ると左の方は形は合っているのですが、少し硬い感じがしませんか？これはこれでお人形さんっぽくて可愛いのですが、生き生きとした人間感を出したい場合は、デッサンから描き始めるより描いた後に狂いを整える方が霧ヶ谷はおすすめです。で、この右の方のイラストをこの後に説明するデッサン調整の方法で修正しながら塗り終わったものがこちらのイラストになります。では早速霧ヶ谷のデッサン調整方法、それは骸骨を描くです。霧ヶ谷は40センチくらいの骨格標本を持っているので、それを見ながら骸骨を描いていきます。持っていない方は 3D モデルの骸骨とかでも大丈夫です。ただ霧ヶ谷的におすすめなのは、 3D モデルをそのまま使うのではなく、自分で自分の絵に合わせた骸骨を描いてください。そうすることで骸骨、人間の頭部の練習にもなりますし、自分がどんな風に人物をデフォルメして描いているのかというのも見えやすくなるので、次からの当たりを取る際の目安にもなります。なので実物の骸骨はもっとエラがあるから顎を大きくしなきゃとか、実物の骸骨はもっと目が小さいから小さくしなきゃなどの修正ではなく、
今描いている顔の中身を意識するような感覚で描きます。この骸骨を描くと、ここに頬骨があるから頬は出っ張りができるんだなどの顔の立体感が意識できるようになるので、影やハイライトを入れる位置が分かりやすくなるのはもちろん、正面だけではなく斜めの顔なども狂いにくくなります。ちなみに切り替えは正面の場合、対称定規を使って描くことによって骸骨自体が歪んでしまうのを防いでいます。対称定規の出し方はクリップスタジオの場合、この三角定規っぽいアイコンをクリックすると、その中に対称定規というものがございます。これで自分が描いている顔の中央ラインにぐーっと線を引くと、そこを中心に対称の定規を作ってくれます。なのでしっかりと真正面だけではなく、ちょっと首をかしげているような頭にも対称定規が使えます。対称定規はいろんなお絵かきアプリにあるので一回探してみてください。ちなみにこの対称定規は正面の顔のみで使ってくださいね。横向きとか斜め向きにはちょっとうまく使えません。では今描いた骸骨に合わせて顔のパーツを調整していきます。この時完全な左右対称にしなくて大丈夫です。人間の顔は左右対称にはならないので、少し左右で違いがある方が生き生きした感が出るかなと切り替えは思っています。これで切り替え流正面の顔のバランスの取り方は完成です。ちなみにそもそも自分の描きたい顔のバランスがわからないという方は、自分好みのイラストのお顔のパーツの比率を今回最初に撮ったような簡単な形で割り出してみるのがおすすめです。例に切り替えの絵の中でもデフォルメが強いこの絵で比率を見てみると、顔のちょうど半分のところに眉毛、顔の下半分を3分の1に割って、上の線のところに目の中央、下の線のところに口の上の部分が来るのように、まずは自分が好きな絵の比率を簡単な図形で見つけてみてください。比率が見つかったら、今度は線を入れて骸骨を描いてと順々にやっていくと、自分の描きたい顔のバランスが安定してくると思います。斜めの向きや俯瞰や煽りはまた次回以降の動画でお話しします。少々お待ちくださいませ。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。評価やコメント、チャンネル登録などしていただけましたら嬉しいです。切り替えの顔の塗りや手のバランスの取り方などは別の動画でお話ししておりますので、気になる方はそちらの動画をご覧ください。それでは切り替え誠でした。